サミュエル・インガムの肖像画、サミュエル・デル・センナ・インガムは、アメリカ合衆国ペンシルベニア州の政治家、アンドリュー・ジャクソン大統領の下で財務長官を務めた。1779年、インガムはペンシルベニア州ニューホープで誕生した。インガムは古典を学んだ後、製紙業に従事した。インガムは1806年から1808年まで、 ペンシルベニア州会員議員を務め、その後1813年から1818 18年までアメリカ合衆国会員議員を務めた。1819年から1820年までペンシルベニア州州、務長官を務め、1822年から1829年まで再びアメリカ合衆国会員議員を務めた。インガムは、 第13回アメリカ合衆国議会において、会員の年金委員会及び改革推進委員会の議長を務め、第14回、第15回、第19回、及び第20回アメリカ合衆国議会では、会員の優勢委員会の議長を務めた。また、第15回アメリカ合衆国議会では、優勢省の歳出委員会の議長も務めた。1829年、 インガムは前年の大統領選挙で勝利を収めたアンドリュー・ジャクソン大統領から第9代アメリカ合衆国財務長官に指名された。インガムが財務長官に就任した当時、ジャクソン大統領をはじめとする多くの国民は第2合衆国銀行について貨幣独占の見地から違見であるとの考えを持っていた。インガムもまた第2合衆国銀行について 疑念を抱いており、財務長官としての最大の関心事であったが、インガムは、第二は州国銀行のみならず、州邦銀行を含む銀行に対して猜疑的な捉え方をしていた。ジャクソン大統領は、流通貨幣から紙幣を廃止し、効果のみの流通に切り替えるべきであるとインガムに相談し、紙幣流通の禁止を合衆国の憲法に謳うことを計画した。また、 ジャクソン大統領は、第二合衆国銀行を廃止することも検討し、第二合衆国銀行総裁、ニコラス・ビドルと対立することになった。インガムは、この衝突を解決することを試み、第二合衆国銀行への懐重的な政策を取った。1831年、陸軍長官、ジョン・ヘンリー・イートンの夫人に関する不倫疑惑をめぐり、閣僚内での対立が勃発した。 インガムは他の多くの閣僚とともに反陸軍長官の立場を取り副大統領ジョンカルフーンと共にジャクソン大統領と対立した。そしてジャクソン大統領による内閣改造の観行によりインガムは財務長官を退任した。陸軍長官夫人マーガレット・イートンの不倫疑惑に橋を発するこの一連の出来事はイートン事件として知られている。 財務長官退任後、インガムは製紙業を再開した。インガムは無縁炭を用いた技術開発に残りの生涯を費やした。そして1860年、インガムはニュージャージー州トレントンで死去した。インガムの遺体はペンシルベニア州ソールベリーのソールベリー長老教会墓地に埋葬された。以下の地名はインガムにちなんで付けられた。ありがとうございます。